大谷ってすごいね。スイーパーってわかります？落ちないスライダーですよ、ぐるっと回る。みんなこう打つんですよな、うん、こう打つからこうやったら目で捉える。でもこう横に来るやつってこう打つのがもう一点しかならへん。だから横に曲げんねん。縦の変化やったら当てれるもんな、バットがこう。これ実際にあの大谷選手意識してるんですって。あのブルペンとかであのよく投げ終わった後に通訳の方になんかタブレットみたいなのを確認してるじゃないですか、うんうん、あれって回転数とか回転軸を見てるんですって。だから日本今バッターって本当に今言ったように下から振り上げるようなバッターが多いから、それに対してやっぱ伸び上がるように曲がればそのポイントを大きくずらすことができるんですよ、うん、逆にスライダーとか落ちる系のボールっていうのはそれに対して合いやすいからっていうので、もうバッタースイングに合わないようなボールを投げるようにすごい。だからスイーパーと大谷バット変えたでしょ今年。あの長さやってバチンって、あれ自分がピッチャーやから高めのまっすぐ来るの分かってるから遠心力で打ってやろうと思ってバットを長くしてる。だからピッチャー側からの気持ちでバット変えて、バッター側の気持ちでピッチャーがスイーパーを覚えてって、あいつ化け物やねん。